はい、次はウォーミングアップを兼ねた、簡単な鬼ごっこをやりたいと思います。コーンで三角形を作って、その三角形の周りで、鬼ごっこをやってください。はじめはボールなしで、その後にボールを使ってやりたいと思います。はい、はじめはお子さんが鬼で、親御さんが追いかけてください。たくさんステップを踏ませてあげることと、ストップと、スタートですね。それが繰り返し行われるようにやってみてください。タッチしたら今度は役割を変わってみましょう。置かれたコーンの三角形の中には入れません。特に高学年はボールを使ってやってみましょう。ボールをたくさん触ること、それとボールばっかり見ないでちゃんと鬼を見て、やってみましょう。タッチをしたら役割が変わります。